和島市の旧なじみ小学校グラウンドには応急仮設住宅54個が完成し、住民の入居が始まっています。自宅が被災した金子昭平さんと母三子さんはワンケイの部屋に二人で住むことを決めました。狭いっていうのはまあありますね。本当は二部屋欲しかったんですけど、でも快適 <laughs> 思ったよりも良かった。 水も出ますし、お風呂も入れるし、うん、トイレできるし、料理もできる。馴染み地区では地震で道路が寸断され復旧の見通しが立たないことから集団避難を行いましたが、仮設住宅が完成したことで集落に少しずつ住民が戻ることが期待されます。こういうと入れてよかったわね。まあ近所の人たちともまあ仲良くやっていけばね。 県では夏までに希望する人全員が仮設住宅に入居できるよう整備を進めています。